誤解の刻まれた名番誤解とは、仏教において性別を問わず、在家信者が守るべき基本的な五つの会のこと。タイでは、在家者は、僧侶らに戒律を管理する、要要求する。神座部仏教ではは、パーリ語を用いて標準化された方法で戒律を唱える。タイにおいては、在家者は次の文を三回暗唱することにより、僧侶に戒律を提示する、要要請する。 そんじゃよ。我々は、誤解と美穂を求めます。これを受けて僧侶は、在家者が美穂に帰依するよう訴える。そして僧侶は、誤解の暗章に続く。私は、殺生を控える学生を受け持ちします。私は、与えられていないものを我がものとすることを控える学生を受け持ちします。私は、欲者を控える学生を受け持ちします。私は、 偽りを語ることを控える学書を受け持ちします。私は、法律をもたらす、国主、果実主、種類を控える学書を受け持ちします。シントラは、僧侶が読み上げる誤解を繰り返し、その後僧侶は次のように唱えて、式典を閉じる。私のこの句読により、諸々の労が尽きるよう導き至れることを願います。不摂章も、参照誤解の一つ目は、 昆虫など小動物を殺すことの放棄も含まれる。第一の会は、主張の命を奪うことを禁じたものである。これはあるものが、意図的に、それは主張であると理解しており、その実行に努めることで主張を殺すことに成功した場合に該当する。外傷を与えることはその理念的には反するが、技術的には、この会を破るものではない。この会には、動物、 小さな昆虫の命を奪うことも含まれます。この生命を奪うことの重大さは、その生物の大きさ、知性、得られる利益、スピリチュアルな発達度に依存するともされている。大きな動物を殺すことは、小さな動物を殺すことよりも悪いとされる。精神的に完成した存在を殺すことは、別の、より平均的な人間を殺すことよりも厳しいと、みなされる。 そして人間を殺すことは動物を殺すことよりも厳しい。しかしすべての殺害は非難される。この会が示す美徳は生ける者の,の尊厳への尊重である。三種の清肉も参照仏教では菜食主義を実践すべきかどうかについて様々な意見がある。カンボジアとビルまでの現地調査は多くの仏教徒が最初の教訓を最も重要。 または最も非難されるべきと考えていることを示された。いくつかの伝統的な社会、例えば戦前カンボジアのカンダル州、1980年代のビルマなどでは、仏教徒が動物の屠殺に関わることは稀であり、肉類は非仏教徒から買わなければならなかった。1960年代のタイにおいては、ターウィールののフィールド調査によれば、 村人は昆虫を殺す傾向があるが、大型動物の殺害に関しては、消極的で自己矛盾であることが発見された。しかしスピロのフィールド調査においては、ビルマの村人は昆虫を殺すことすら、非常に嫌がっていた。初期の仏教徒は、菜食主義のライフスタイルを採用してはいなかった。実際に、いくつかのパーリ教典では、菜食主義は、精神的浄化とは、 無関係であると説明されている。ただし、特定の種類の肉、特に社会から非難されている肉には禁止事項があった。動物の生命を殺すことを控えるという考えは、肉や生物の取引に関わる職業の禁止につながったのだが、牛などすべての農業の完全な禁止には至っていない。現代においては、需要と供給やその他の理念をもとに、 いくつかの上座部仏教は誤解の一つとして最色主義を実践している。例えばタイのサンティアソーク運動は最色主義を実践している。研究により誤解を守らない人は賄賂を配る傾向が高いことが分かった。二番目の戒律は盗みを禁じており、これは自分が己のものではないと認識したものを盗んだり、その意図に基づいて計画的に行動する意図が含まれる。 盗みの重大さは、所有者の価値と盗まれた価値によって判断される。裏取引、詐欺、不正行為、偽造もこの指針に含まれている。この精神の徳は、不正、熱感魔、性命、ポジティブな行動による他人の財産の保護である。第二の回には、盗みや詐欺の様々な方法が含まれる。許可なく借りることや、ギャンブルも含まれることがある心理学者の番茶。 アリアブディホンは2000年代と2010年代にタイで研究を行い、誤解を守らない人はお金が人生で最も重要な目標であり、解を厳守した人よりも賄賂より頻繁に支払うだろうと考える傾向が強いことを発見した。一方で誤解に従う人々は従わなかった人々よりも裕福で幸福であると考えていた。第二のに違反していると思われる職業には、 ギャンブル業界や実際には顧客が必要のない製品のマーケティングが含まれる。不倫及び女本も参照第三の会は性的逸脱行為を禁じている。初期の経典においては、これは既婚、または婚約者との貫通、レープ、禁親相関、未成年者とのセックス、売春婦とのセックスを含むと解釈されている。後期の協典では不適切な時間や 不適切な場所など、セックスの詳細についても会に反するとしている。マスターベーションは教訓に反するが、初期の経典では在家者については禁止されていない。第三の会は自分を貪欲にし、さらに他人に害を与えるものとして説明されている。その相手が善人であったる場合、違反はより深刻であるとみなされる。第三の会と親密さに関連する美徳は、 特に、パートナーとの満足感、結婚における忠実さの認識と尊重である。第3の回、感能を誤った方法で使用することによる、他者への危害を回避すると解釈されている。これは、不適切なパートナーと関わることだけではなく、その関係への個人的な責任を尊重することも意味します。いくつかの伝統では、行為自体の性質が非難されているため、例え配偶者が、 好意に同意していても貫通は非難される。さらに既婚者とイチャつくことも違反と。スリランカなどの伝統的な仏教社会では結婚前のセックスは戒律に違反していると考えられているが、結婚を予定する人々はこれを常に守ってはいなかった。アンスカダークスは売春は第3の回では推奨されていないが、通常死により積極的に禁止されているわけではないとしている。 現代の死の解釈では他人と性的関係にある人が含まれ、これは性的責任や長期的な関与などの用語によって解を定義しているためである。現代の死の中にはオナニーを規範の違反として含めるものもあり、また他の死は性的搾取、売春、ポルノなどの特定の職業や娯楽産業などの不健康な性的行動を助長する。 職業を含めたりすることもある第四の会には、誤ったことを話したり、意図的に実行することなどが対象となる。悪口を避けることには、悪意ある発言、過激な発言、ゴシップなどが含まれる。その誤りが裏に意図してあったものである場合、小さな白い嘘と比べて、それは会への違反は、より重いとみなされている。この会の精神は、 正直であること、信頼されること、仕事においても正直であること、他人に対して正直であること、年長者に忠誠であること、講演者に謝意を持つことなどである。物典においては、第4の回は、第一の回の次に重要であると考えられている。なぜならば、嘘をついている人は恥を知らず、従って多くの誤りを犯す可能性があるためである。不誠実さは、 他人に害を及ぼすためだけでなく、真理を見つけるという仏教の理想に反するためにも、避けられる。第四の回には、嘘をつくことや有害な発言を避けることが含まれる。現代の詩、例えばティクニャット藩士などは、これを誤ったニュースや、不確実な情報を広めることを避けることも含めて、解釈している。データの操作、虚偽広告。 オンライン詐欺を伴う作業も会に反するとみなすことができる。デルイエルの報告では、タイの仏教、覚醒、瞑想、注意力などもこれに含まれる。ブッダゴーサは1から4つ目の会は違反の対象となった人物もしくは動物によって、その程度は違って非難されうるが、一方で5つ目の会は重く非難されるとし、 釈迦の教えの理解を妨げ、自身を狂気に導きうるとしている。第5の会は重要とされており、アルコールは低迷とセルフコントロールの欠如を招き、それにより他の会も破ることとなるからである。スピロのフィールドスタディでは、取材した層の半数は、それにもかかわらず、この回は主張らによってよく破られており、タイにおいては飲酒は一般的であり、酩定もしばし見られる。 チベットにおいては、ビールの飲酒は普及しているが、それは、少数のアルコール依存症者のみである。医学的なアルコール使用は、一般的に問題とされておらず、一部の国では、喫煙は会を破るものではないと、一般的に見なされている。タイとラオスの層は喫煙することが知られているが、より深い修行を2000年時点では、仏教国において、 アルコールの販売や消費を法的に禁止する国はなく、スリランカでは、禁止法が1956年に試みられたが、とんざした。なお、全共産主義チベットにおいては、首都においては、喫煙が禁止されており、僧たちは、喫煙を禁じられ、タバコの輸入は禁止されていた。ありがとうございます。